韓国の6人組ガールズグループイブの日本でのテレビ出演がファンの間で話題を呼んでいます。動画、大泉洋とイブが人気曲を踊る様子イブはスターシップエンターテインメントのグループとして2021年12月に韓国でデビュー。ユジン、ガウル、ウォニョン、リズ、イソ、そして日本人メンバーレイの6人組で構成されています。世界中から支持を集め、 現在は初のワールドツアーを開催中です。イブ、日本のバラエティ番組に続々出演。話題になっているのは、イブの日本でのテレビ出演活動。先月30日に出演したザ・トッパファイル、日本テレビ系、おかわきりに、今後も、チョコプランナー、テレビ朝日系、しゃべくりセブン、日本テレビ系、など続々と、バラエティ番組、への出演が決定しています。 ダンスや歌のパフォーマンスが優れているグループとして知られるグループですが、直近の日本での活動スケジュールが、音楽番組よりバラエティへの出演が多いことにファンからツッコミが。歌番組に出ておお、イブちゃん日本のバラエティ番組でまくって音楽番組でないのわら、イブちゃん日本のテレビ番組に出るときは歌番組メインじゃなくてバラエティ全振りなの WWW おもろ w WW などの声が上がっています。